よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかのよ。ラッキー、ラッキー。おお、ラッキーじゃのう。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、みんなよくやったぞ。株価アップだ。さあ、今日も一挙頑張りますか。私に任せといて。絶対成功させるぞ。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。やった、ラッキー、うんうんうん、おお、ラッキーじゃの。僕才能あるかも、うんうん、まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。
素晴らしい結果ですね。よっしゃみんなよくやったぞ。株価アップだ。よっしゃランキングがアップしました。なんだ？え？ありがとうよ。おう。ほう。いいえ。あ？はい。なあ。はい。
顔っていつ見ても不気味よね。何なのかしら。あれ、俺この顔に見覚えあるぞ。嘘だろ。いや、どっかで見た顔なんだよな。割と身近にそっくりな人がいたような。あ、足立さんだ。ああ、ふざけんなよ。俺はもっと爽やかだろうが。でも足立さんにしてはちょっと神々しすぎない？そう言われるとそうだな。悪い、足立さんじゃなかったわ。切れていいか。社長。悪い、待たせた。いいえ。おお、おめえの連れか。なかなか隅に置けねえな。そんなんじゃないって。うちの社員だよ、社員。社員？おめえホームレスもどきじゃなかったか？社長にでもなったのか？説明すると長くなるからまた今度話すよ。それより今日は祝杯をあげてんだ。景気のいいものを頼むよ。ふん、はいよ。それじゃあひとまず100位以内ランクインを祝して乾杯。乾杯。おいしい。しかしいろいろとサポートしてくれてありがとな。俺なんかがなんとか社長やれてるのもエリちゃんのサポートのおかげだぜ。何言ってるんですか。感謝するのはこっちですよ。もともと私がボンクラだったことが全ての原因なんですから。春日さんは私と違って判断力も決断力もあるし、何より変な連中にもあまり騙されません。春日さんに来てもらって本当に良かったです。そういえば言ってたよな、悪い奴に騙されて事業を奪われたって。どんな奴なんだよそれは。実は横浜のすごく大きな企業の社長なんです。え、そんな奴に騙されたのか。はい、社会的地位もある方ですから私も信用しきってしまって。そもそも私も会社を継いで間もなくて右も左も分からなくて、誰かを頼りたいと思っていた時期だったんですね。そんな時に大企業の社長に甘い声をかけてもらえたので、ほいほい信用してしまって。結構か、身ぐるみ剥がされたと。はい。未だに思い出すと自分が情けない。まあでもそれじゃ仕方ないと思うぜ。俺も同じ状況に置かれたら信じちまうかもしれねえし。そうですかね。ああ、それによ、
忘れちゃいけねえのは、悪いのは騙される側じゃねえ、騙す側だってことだ。反省するところはあるかもしれねえけど、あんまり自分を責めない方がいいぜ。春日さん、ありがとうございます。そうですね、過ぎたことをいつまでも引きずっても仕方ないし。なあ、大企業だかなんだか知らねえけど、そんなクソ社長は許しちゃおけねえ。俺たちが這い上がって成り上がってよ、そんな会社追い抜いちまおうぜ。そうですね、いっそ買収しちゃうくらいになりたいもんですね。奪われた事業も全部取り返して大企業ホールディングスにするんです。いいじゃねえか、その意気だ。俺たちならできるさ。だから明るく楽しく行こうぜな。はい。笑顔が戻ってくれてよかったぜ。実はなんだか悩んでるような顔してたから気になってたんだよ。あ、気づいてました、すいません。何か悩みでもあるのか。俺でよければ相談に乗るぜ。いえ、悩みというわけではないんですが、父のことを思い出してしまって。親父さんのことを。はい、その父が春日さんにとても似ていたので、喜ぶ春日さんを見て父を重ねてしまって、それでなんだか一瞬感慨深い気持ちになってしまったんです。だから悩みとかじゃないですよ、心配かけてすみません。なあ、うん、っていうかエリちゃんの親父さん俺に似てるって、もしかして俺みたいに。こんな髪型してたとか。いや、さすがにそんな頭はしてません。そんな頭ってなんだよ。ごめんなさい、顔形が似てるわけではないんですが、雰囲気とかがすごく似てるんですよ。明るくて豪快で愛嬌があって、周りを自然と笑顔にさせられるとことか。だから春日さんと一緒にいると、父と一緒だった頃に戻ったみたいに思えて、すごく居心地がいいというか。そっか、もし親父さんがまだ生きてたらいいダチになれたかもしれねえな。そうかもしれませんね。よし、ならそんな素敵な親父さんのためにも一層気合い入れて一番成果を守っていかねえとな。エリちゃんの親父さん代わりになれるとは到底思えねえけど、俺頑張るからよ。エリちゃんもいろいろこれからも支えてくれよな。俺一人じゃ何もできねえんだからよ。はい、もちろんです、よろしくお願いします。でも春日さん、他にもやることあるのに本当に大丈夫ですか。え、まあちょっと大変かもしれねえけど、仲間もいるしなんとかなるだろう。仲間？なあ、一人じゃ無理だけどよ、俺には信頼できる仲間がいるんだ。だからきっとなんとかなる、そんな気がしてんだ。何無責任なこと言ってんだって怒られるかもしれねえけどな。そうか、仲間か。ん？どうした？春日さん、一つお願いしていいですか？おう、なんだい？私を春日さんの仲間に入れてもらえませんか？
え？だって春日さんは私のためにここまでしてくれてるのに、私は経営のサポートをするだけってフェアじゃないですよね。それに春日さんを日常的にサポートして負担を減らせれば、春日さんはより一層経営にも力を入れられると思うんです。それは会社の発展にもつながるし、やらない理由がないと思いませんか？でもよ、俺の仲間になるって結構多分、いや絶対大変だぜ。危険もかなり、いや相当伴うし。覚悟の上です。なるべく皆さんの邪魔にならないようにしますから。もちろんエリちゃんが参加してくれるのは嬉しいけどよ。お願いします。私借りっぱなしって嫌いなんです。もし春日さんがノーと言っても意地でもついていくつもりですから。仕方ねえな。わかったよ、何があっても責任取らねえからな。上等です。それじゃ、新しい仲間ができた記念に、ようこそ俺らのパーティーへ。乾杯。で、というわけで今日からうちのパーティーに加わ、鎌田エリです。よろしくお願いします。本当にいいの？うちらに絡むと人生ろくなことにならないわよ。そうそう。危険な目に遭うことも多いし、酒癖の悪い連中も多いし。それは大丈夫です。私、春日さんや。そうかい。よろしくね、エリちゃん。はい。よう、さっちゃん。え、さっちゃんって。ん？あれ、さっちゃんじゃねえ。お久しぶりです、春日さん。日だまりの城でお会いしましたよね。もしかして菜の葉さんか？でも、なんでここに？誰に聞いてこの店を？私だよ一番。ほらよく見て、サエコだって。あ、やっぱさっちゃんかよ。一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。あ、この今のはあれだよ、引っかかったふりしてやったの。はいはい、それでも結構。それより桂川の居所が分かったよ。これから抜き打ちで押しかけて菜の葉として別れてくるつもり。一番も一緒に来てくれるんだってよね。ああ、そういう約束だったな。あいつは今自分のオフィスにいる。コンサルとか言ってたけど実態は闇金だったみたい。ボディーガードも社員もみんな族時代の仲間たちだって。結局立派な半グレだったわけが。なんで菜の葉はそんなのに引っかかっちまうんだ？そういう子だったから私もついつい口出しすぎちゃってたわけ。これで私の気持ちも少しは分かったでしょ。そういうことなら無理なかったのかもな。ま、とにかく行ってみるか、桂川の会社に。まったくよ、
さっきから全然話にならねえな、マジで。急に押しかけてきたと思ったら、一体その男に何を吹き込まれたんだ。ナノは、お前自分が何言ってるか分かってんのか。分かってます、もちろん。もうこれ以上あなたに払うお金はないって言ってるの。んだと。となると、あなたにも私と付き合う理由はもうないでしょ。つまりお別れってこと。バカ言うなよ。それじゃまるで俺が金目当てでお前と付き合ってたみたいじゃん。それも今さらどうでもいい。これまで貸してきたお金も全部返してください、即刻この場で。いや、だから今はそれどころじゃないんだって。あと200万ないとこの会社がヤバいんだ。頼むって。なのはソープで働けば200万くらいなんとかなるだろう。桂川さんよ、その前に聞いときてんだ、あんた菜の葉に全部でいくら借りてる。ああ、うるせえよ。んなもんてめえに言う義理はねえだろうが。もし今菜の葉があんたに200万貸したとして、じゃあ合計でいくら返すつもりなんだ。さあね、大まかには覚えてるんだけどな。その金額も言えねえのに、まだ追加で彼女に金を借りる気か。まあ何回か借りてるからよ、んなすぐに細けえ数字は出てこねえっつうか。でしたら130万円です。桂川さんが菜の葉さんにお借りした金の合計。おい山下、何勝手に口挟んできてんだ。俺の許可もなくよ。すみません、失礼しました。優秀な部下がついてるじゃねえの。じゃあ返してもらおうか、その130万。さっきから何なんだてめえは。ヤクザみたいななりしやがって。てめえの方こそナナをしゃぶりつく好きなんじゃねえのか。だとしてもあなたには関係ない。130万返して、それで私たちはもうおしまい。本気なのかナノは。俺お前を愛してる。お前もそうだって言ってたろ。ナノはがそこまであなたのこと。世間知らずのお前には俺みてえなタフな男がいる。お前は俺が守っててやらねえとダメな女なんだよ。なるほどな、そうやって菜の葉を縛りつけてたわけか。てめえはしゃしゃり出てくんな、チンピラ。おい山下、何グズグズしてやがる。今すぐこの野郎をつまみ出せ。いえ、もういいでしょう、桂川さん。あ、なんだって。俺からもお願いします。菜の葉さんのことはもうそろそろ解放してあげませんか。この人は親の介護のために必死に働いていました。その間あなたは他の女と遊んでたじゃないですか。てめえどういうつもりだ。なのに菜の葉さんがソープで稼げると知ってまた絞り取ろうとする。いくらなんでもあんまりです。俺はもう菜の葉さんを見てられなかったんです。誰に口聞いてんだ。厨房の頃からずっと面倒見てきてやったのは誰だ。この俺だろうが、山下。またパシリからやり直すのか、クソガキが。ずいぶん人望が終わりのようだな、桂川。みんな日頃からあんたに不満を抱えてたが。うるせえ。おい、お前ら何やってんだこれ。こいつらを黙らせろ、山下の裏切り者だ。まあまあ想定内の展開だ。山下君の心変わり以外はね。本当にね。俺は多分きっかけが欲しかったんだ。桂川さんたちと腐れ縁を切るためのきっかけを。そうかい。実際はもっと単純なんじゃねえか。実は菜の葉に惚れてたりして。そ
そうかもしれません。いいね、山下君。案外順調じゃねえか。ごちゃごちゃうるせえ。てめえら二度と口が利けねえようにしてやる。やめるな。やっちゃうよ。よーし、とっておき。なめんなよ。絶対俺の番だな。ほら。さっきの異性はどこ行ったんだ、桂川。口ほどにもねえ。ナノハに借りた金を返せ。この場ですぐにだ。そして今日中に偉人帳を出て行け。次またこの町でてめえを見かけたらぶちのめすぜ。ナノハと連絡取ろうとしただけでもぶちのめす。わかりました。だからもう、もう殴らないでください。なら殴らねえよ、俺の手ではな。このクズが。二度と女を食い物にするんじゃないよ。ナノハさんじゃないって、じゃお姉さんだったってことですか、双子の。いや悪いな山下君、せっかく勇気出してナノハの前でカッコつけてくれたのに。ごめんね山下君。いえ、まあそれはもう、だって仕方ないですもんね。でお姉さんはナノハさんがソープにいたことは知らないふりをしていたいと。そう、だからさっき桂川の件で私がいたこともあの子にはオフレコってことでいいよね。ええ、ですがナノハさんからこの状況を見ると、突然彼氏が別れも告げず町を出てったわけですよね。それも疎遠だったお姉さんから悪い男と別れろって電話があってすぐに。なあ、それがどうかしたか。となるとお姉さんが何か桂川が消えたことに関わっているようにしか見えなくないですか。お姉さんの何らかの差し金で桂川が町を出たというふうに見えるんじゃないかと。え、そういやそうかもな。いいよ別に、それならそれで仕方ないんじゃない。また菜の葉がさっちゃんに切れてもか。それでもいいのかい。最優先なのは菜の葉の幸せ。私があの子にどう思われようが、それは二の次。そんなの、今回さっちゃんは菜の葉のためにすげえ骨折ったんじゃねえか。桂川につきまとわれ続けるや、菜の葉はしゃぶり尽くされるとこだったんだぜ。電話で話してくれるだけでもありがたいって仲なの。私はあの子が不幸にならないように見守るだけ。でもよ、あの、じゃあ菜の葉さんには俺からこう言っておきますよ。ん？桂川は事業に失敗して町を出たって。あの人が借りてた金も俺から彼女に返しときます。そうすればお姉さんが関わっていたことは菜の葉さんに気づかれないかと。するとつまり山下君だけがこの件であの子に感謝されるわけか。そうですね。いやしかしそのまずいでしょうか。俺は菜の葉さんのことが
気になってました。桂川なんかに捕まってかわいそうだなって。俺でよければいつか救ってあげたい、守ってあげたいと思っていたんです。だから今日俺は桂川を裏切りました。菜の葉さんを守るなら今日しかないと思って。さっちゃん、山下くんがこう言ってるけどどう思うよ。ねえ山下くん。はい。例えばレストランとかコンビニであなたは店員さんに偉そうにする人？ええ、肩着の人と話すときは敬語ですかね。やからっぽいのには舐められるわけにいかんのですが。そっか、まあだったらとりあえずは合格かな。なんか妹の彼氏になるハードル低すぎねえか。だからとりあえずって言ったでしょ。ん？大丈夫、菜の葉のことはこれからもずっと陰で見守るつもりだから。もし山下くんがあの子を泣かせるような男なら絶対にもう見過ごしたりしない。私はあの子の幸せのためなら手段を選ばないわ。なるほど、わかりましたよお姉さん。俺も望むところです。まったく頼もしい姉貴だな、さっちゃんはよ。いつか菜の葉もそのことに気がつくと思うぜ。それもそう遠くないいつかだ。今回は本当にありがとうね。あなたのおかげでまた妹が助かった。本当に感謝してるよ一番。これからもよろしくね。開けてみるか。やったぜ。行きますよ。